シドニー・ガブリエル・コレットはフランスの作家、コレットというペンネームで活動した。性の解放を叫び、同性も対象とした華麗な恋愛遍歴で有名。代表作の一つはジジであり、後にブロードウェイで舞台化され、さらに1958年にはモーリス・シュバリエ主演により映画化もされた。ブロードウェイ版ジジのオーディションに自ら立ち会い、主演に オードリー・ヘプバーンを抜擢したことでも有名。ブルゴーニュ地方、ヨンヌ県ン,ンスアンピューゼ出身。父親は、ジュール・ジョゼフ・コレット。母親は、愛称シドコとアデールという。1893年に15歳年長のアンディ・ゴーティ・エビラールと結婚。諸女出版された、クロディーヌシリーズは、夫の筆名、ビリー名義で世に送り出された。 1906年に浮気なバイセクシャルの夫と離婚し、パリのミュージックホールでパントマイムや踊り子として活躍を始める。この頃の愛人はナポレオン三世の血縁者を名乗っていたベルブーフ公爵夫人ミッシーであり、二人は舞台上で共演することもあった。1912年にルマタン氏主筆のアンリ・ド・ジュブネルと再婚、ベルガズー・コレット・ド・ジュブネルを設けた。 娘の回想によると、コレットは子供を望んでおらず、赤ん坊をイギリス人の乳母に任せて自分は家を出たきりだったと言う。1914年にパリオペラ座から新作バレエの台本を移植され、我が子のためのディベルティスマンと題したプランを練り始め、モーリス・ラベルに音楽担当を呼びかけるが、ラベルはこれをオペラとして膨らませることを提案し、コレットはそれを受け入れた。 こうして完成された台本が子供と魔法であり、ラベルは第一次世界大戦後に数年がかりで一幕オペラにまとめ上げ、1925年3月21日の初演を迎えた。1924年にジュブネルの連れ子ベルトラントの仲が取り沙汰され、離婚に至る。このベルトラントの関係からインスピレーションを得た作品が青い麦。1935年。 17歳年下のモーリス、グドケと再再婚。今度の結婚生活は幸福だった。生涯にわたって挑発的な人物として、結婚生活の傍らで同性愛体系を謳歌した。だが、第一次世界大戦中は、ジャーナリストとして活躍し、自宅を野戦病院として開放していた。第二次世界大戦中は、夫、グドケが、 ナチスのゲシタポに連行されるなどの経験もあり、心ならずもビシー政権に協力した。受けた名誉は、レジオンドヌール・シュバリエ・ベルギー王立アカデミー、アカデミー・ゴンクール総裁、レジオンドヌール・グラント・フィシエなど、1954年8月3日に、パリで他界。生前、自らの奔放な生活様式を理由に、ローマ・カトリックによる葬儀を拒否したにもかかわらず、 8月8日に国葬街と名まれ、泣き柄はペール・ラシェーズ墓地に葬られた。コレットは最も感覚的な女性作家と言われる。1920年、シェリの出版によって創作活動が花開き、生涯で約50点の小説を出版した。その多くは自助伝的な側面を持つ。コレットの主題は、大まかに見て、牧歌的な自然を舞台としたおとぎ話と、 男女の関係や恋愛における暗い戦いという二つに分けられる。コレットの小説は味が観察力とつまびらかで明らさまな文体が特徴的である。また、コレットの表現は情熱的で五感をくすぐるようなニュアンスとたっぷりに散りばめられた毒気で知られている。晩年まで創作の筆は衰えることがなかった。同時代の支持者にマルセル・プルースと アンドレジット、アンディバタイユラの名を挙げることができる。日本語版は、深尾スマコ役、以来数多く、コレット著作集、全12巻が、二見書房から出ている。ありがとうございます。